ゆりこたいがです。皆さんこんばんは。今日はねちょっと普通の動画と違ってもうリアルの話をしたいと思います。お化けをなんか見てしまったんだ見てしまったそう、なんかそういう最近はね引っ越ししてからなんか変な存在がなんか感じるんですね。でももともとは感じる人らしいんですよ。私のママそのママはもともとそういうセンシティブな人だからこっちもちょっと感じるんだけど、まあ別にあんまり気にしてない、そんなになんか気にしてない。でも日本の例えばそのホーラーの動画とか英語見たら重音、例えば超ビビった超ビビった、いややばいビビった、なんか小さいやつなんか見た時に超ビビった。やっぱりそのアメリカの映画と日本の映画はもう全然違う。例えば同じもの見てもアメリカのバージョンがすげえ笑っちゃう、めちゃめちゃ笑っちゃう、面白くないなって思うんだけど、日本のお化けはなんでわからないけど超怖いやなって思って、で最近がなんだろうなって最近が自分のアパートに感じてしてしまいますが、別に自動なんか事故物件とかわけではない。まあ一番最初はでも探してた、ああ安いからもうでもいいかって思って、なんか全然いいと思ってたんだけど、でも意外となんかなくてめっちゃいいところなのに、一回なんかもうスレが感じた時がなんだろう、なんかネイルの前にちょっとこう怖ってた、怖い感じてたんですね。ちょっと怖い、でもずっとそういう暗いところが怖い絵だから、まあもしかしたら正しい絵だから当然じゃないかなって思ってたんだけど、でも他のの家ってまあ今までの引っ越ししたのかもう何回会ってたんだけど、他のアパートとちょっと違うかなって今回と思った。だからたまにすごくなんかポイントを見て、なんで私はずっとそのポイントを見てるの、何もないのにって思って匂ってなんか無視して匂って思って、ただ一番最初はもしかしてユルがあったって分かってた時にもうシャワーを浴びながらスクンってされたんだ。でこのスクンとは結構例えばあーじゃなくて結構もう髪そのここのもうこの辺でもう完全にこんな感じで指をなんか指な感じで触ってた感じしてこうだった。だからでもなんかすげえ一番ちょっとビビったの時ははっでなんか その時がよく思い出したらなんかそうしたらふざけんなよって言ってた気がする、一人でなんか揺れとった顔の顔みたいな感じだった。でその後が分かってたのは、あそうなんかそれはねやっぱり夢だったのか夢じゃないのかちょっと分からない感じで、夜中でもう寝てたのところに起きてしまいまして、なんで起きたのは覚えてないけど、はっきりでもう目の前に何か見たんだ。だからその時がもうその白いすげえ人間っぽいものが見てたから、なんかちょっとなんか 2秒ぐらいかかってたんですね。1、2 なんだろう、ね、でこうしたらなんかもう消えたみたい。ちょっとやんなもうだからいつもライトとかつけてる、めっちゃ小さくにしで、なんか結構ちょっと笑いな感じで、本当もうふざけないよ、クロスよ今って思ってライトをとりあえず開けて、私は怖くないよって言ってるなら実はちょっと怖かったなって思ってたんだけど、やで一番最後の最後がお母さん来てたんですね。あの日本でちょっと会いに来てくれて、でその時がシャワー浴びたんですね。でシャワーのところに目の前は鏡があるんだけど、その時が私はメイクとかちょっとメイクルーティン、そのモーニングルーティンをやってて、でその時が完全に例えば別に数とかないから、そういうタオル、そこにあってたのタオルがこんな感じしてた。
上から下なの？例えば落ちるなら下だろ、上何もないのにって思って、でその時ははっきりでなんかこうしてるのをこう女の子見てたんですね。で一番最初がお母さんだと思ってたんだよ。でもなんかこうしたら完全にタオルがパッてな感じだったから、お母さんってなんかその時は初めてお母さんって。で彼女はシャワー終わった後に、お母さんちょっと変な質問があるんだけど、うん、何って、なんかテストとかでなんか彼女は感じるんだね、いろいろ自然で。だから彼女は答えなくても感じる。ほんとそうかそうじゃないか。でたまに超怖い、超怖い、当たってるのはやばい。ちょっと普通の母さんじゃねえなって思って、ちょっと家族変。とりあえずなんかその時がここにお化けがいるのって、で手は感じているってな。いやー感じこんな感じ、いやちょっとふざけんなよ、家賃めちゃめちゃ高いよここって思って、でなんかその時がなんかいろんなことを分かってしまったっていうか、お母さんが私は寝てる時に必ず彼女を探してるんですね。なんかダブルベッドが持って彼女一緒に寝てるんだけど、必ず彼女を触っちゃうね。あ、ママいるのって。だからなんか寝ててもちょっとストレスが感じる気がしてるって言われて、でもうその時がな何が見たのって聞かれた時に、なんでわからないけどすごくはっきりのイメージしてたのが、30歳以上の女の子、黒髪、長い、結構遅いってすげえイメージが持ってる。でたまたまそれがちょっとビビって、でその時がファイアアラームなんだね、ファイアアラームが始まったね。ちょっと下に行った方がいいかなって思って、でちょうどその時やっぱりちょっとタイミングがねおかしかった。なんかエレベーターが開けてからちょうど上からの女の子がいたんですね。でたまたまその女の子が背が高くて黒髪で遅い。で私とお母さん見てた瞬間にすげえなんかやべって思って、彼女はもしかしてかわいそう、たまたま上に住んでた子なんですけど、タイミングはおかしくねって言って、うんおかしいやなーって、おかしい。だってさ、おじいさんとかおばあちゃん子供何人もいるんですよね、そのマンションが。なんでたまたその女の子してるだけで、やべえ怖かったや、ちょっと。でその時がやっぱりどうすればいいのかいろいろ調べて、でそういうお化けはね、例えば本がたくさん本があると、そういうなんか感じるっていうか読みたくなっちゃうらしいんですよね、お化けが。だからとりあえずそのたくさん漫画とか本がちょっと隠して、でできればあんまりそのまま開けっぱなしダメだから、そういう全部閉まってて、でとりあえず家に掃除するんですよね。やっぱりそういう汚いところの方がもしかしてまあ来やすいかもしれないって思って、でバックの音楽を流れたんですよ。3日間ずっとバックのソンドラックしてたんですよ。そういうクラシックの音楽が嫌なの、嫌らしいんですよね。ほんとそう、合ってるかどうかわからないけど、結構いろんな、ほんとではっきりもう全部家からもう全部すげえ綺麗にして、で何日の後はやっとなんか何も感じてなかったんですよね。でもしかしてもう、自分の道が見つけたかもしれない、そのわー、いちゃったよかったって思って、でもとりあえずその経験がちょっとトラウマっていうかちょっとショックになってたから、ね、初めて日本のお化けが出会ってしまいました。何の出会うのに俺ちょっと嫌なのって本当そうだったから、なんかいろんな人となんか日本人と話すと、そういう事故物件とかそういうお化けがすごく弱いですね。それで今何もないけどそれのせいでもう一回引っ越ししようと思って、もうちょっとダメだよ、ダメだよ。でそういうことで、皆さんはお化けがいる時にどう、なんか何してるとかどうすればいいとかある？
手をかまなくるかなって会いに来てくれるかなってそれは分かんないからやべえやべえです。ぜひ、まあ、あとはもうそのポジティブのインフルエンスを考えて絶対消えるんじゃないかなって思ってたんですね。確かにその時はね、お母さんとすげえめちゃめちゃ喧嘩したから、もしかしてそれもね、やっぱり嫌な空間で嫌なことが集まる場所なので、もうそれは全部きれいにして、お母さんにももう喧嘩やめようみたいな感じにして大丈夫になったらしいです。あと、イタリアと日本のお化けが違うのって聞かれた時に、とりあえずきっと日本人だっただよね、その幽霊。なんか黒髪で長くて遅くて、絶対なんか違う感じる。イタリアの方がちょっとエクソシストものが多い気がする。そういう教会とすごく関係あるものが多い。だから別に人間ではないかもしれないですね。その人間じゃなくてちょっとわからない生き物が多い気がするですね。まあできれば二度とは会いたくないよねって思う。イタリアと日本もどっちも会いたくないって思います。ぜひ皆さんの経験もちょっと話してください。またよろしくお願いします。この話がないあんまりもうビビるされないようにしたかったなんですけど、大丈夫です。どっちかというと俺は強いから、お化けがそんなに嫌なんじゃないですはい、またよろしくお願いします。いいねをしてコメントしてチャンネルを登録してください。またねー、チャオー。